サッカーファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。青空の下、絶好のコンディションで迎えました。ピッチの温度は18度。エキシビションをお送りします。サンフレッチェ広島対ガンバ大阪、生中継でお送りいたします。解説は元ヴェルディ川崎監督の松木安太郎さんです。こんにちは、松木です。よろしくお願いします。さあ、まもなくキックオフです。さあ、キックオフです。ホームのサンフレッチェ広島、スターティングイレブンは前川、内藤、上村、柳本、小島、三木、森安、サントス、高木、アウストラの順位。続いてアウェーのガンバ大阪、本並、佐野吉、宮本、バブンスキー、近藤、平岡、グラドノビッチ、磯貝、松並、森岡、イルハウス。サンフレッチェの調子はどうでしょう。最近少し疲れ気味ですね。後半の交代時期がポイントになるでしょう。なるほど。磯貝、クリア。タッチラインを割りました。大きく蹴り出しました。いやー、危なかったですね。大きくクリアした。ハウストラ、動きがいいですね。オーバーヘッド、キーパー真正面。前方から激しいアタックだ。どこに展開していくのか。佐野吉、ロングクリア。ここから速いですよ。森岡、スピードに乗ってドリブル突破、シュート、どっかー、決まった。森岡、目の覚めるようなシュート。ガンバ先制のゴール。サポーター大喜びでしょう。さあ、もう一度見てみましょう。イメージ通りですね。ですか。まだ1点じゃないともね。ですね。ガンバ、調子はどうでしょう。今日は体調はいいようでしたが、結果に結びついてほしいもんですからね。そうですね。小島、つながらない。小島、チェック厳しい。サントス、リードを広げて終わりたいですね。なるほど。ディフェンダーの壁は厚かった。ナイスチェック。さあ、ゴールの匂いがするぞ。柔らかいタッチ、身を挺してのヘッド。届かない。高木、佐野吉、いいボールですよ。奪った。内藤、アウストラ、ディフェンダーかわして、バブンスキー。ガンバ、今日は攻めてるぞ。前線の選手が積極的でいいムードですよ。ワンツー、サントス、ちょっとボール持ちすぎですね。ですか。これはいけませんね。三木、今のプレーは軽率ですね。起き上がれません。ガンバ、フリーキックです。ここは大事に攻めたいですね。サントス、アウストラ、バブンスキー、ナイスディフェンス。サントス、切り替えが早い。一旦後ろに戻して、いいボディバランスですよ。上村、いい形だ。小島、近藤、の順位。お、チャンスをものにできない。さあ、速攻か。イルハウス、スピードに乗ってドリブル突破。ナイスシュート。キーパーナイスセーブです。クリア。サンフレッチェ、動きはどうでしょう。動きはあまり良くないですね。そうですね。前方から激しいアタックだ。大きく蹴り出しました。まだチャンスはありますよ。
宮本、森保。アーリークロス。ああ宮本、大きくクリアした。高い運動能力です。パスをつないでチャンスを伺います。グラウンダーで流した。チェック厳しい。柳本、近藤、森岡。これはものにしたいチャンス。ロングクリア。中央突破は難しいですね。佐野義、ナイスチェック。サンフレッチェは少々飛ばしすぎですかね。確かにこの運動量で最後まで持つか心配ですね。なるほど。内藤、近藤、素早いプレス。サントス、サイドチェンジ。苦しくなりましたね。バブンスキー、ディフェンダーの壁は厚かった。左からセンタリング、身を挺してのヘッド。奪った。松並、森岡、内藤、献身的なプレー。佐野義、スルーパス。チャンスをものにできない。ここから早いですよ。ナイスディフェンス。前半終了ですね。0対1、ガンバリードで後半に進みます。なんとか反撃したいですね。さあ早く追いついてほしいですね。ええ、ガンバですが、今日はどうでしょうか。オフェンスがいいリズムですね。そうですか、楽しみですね。ここでシュート、左隅。これは惜しい。もうちょっとスピードが欲しいところです。パスを回してますね。磯貝、クリア。とにかく攻めたいですね。ですか。体の使い方がまずいですね。ですね。平岡、ビルハウス。チャンス、チャンス、チャンス。上村、いいパスだ。アウストだ。バブンスキー、これはチャンスですよ。上村、ディフェンダーかわして、この動きは読まれていました。大きく蹴り出しました。次につなげたいですね。ガンバ攻撃ですが、はい、どうでしょう。多彩な攻めを見せてくれますね。そうですね。左サイドから上げ、ここでヘッド、スポーンと決まった。高木、ナイスゲット。サンフレッチェ同点のゴール。歓喜の渦のサポーターたち。さて、VTR の用意ができました。いいシュートでしたね。なるほど。ガンバ、ディフェンスはどうでしょう。そうですね、とても集中してます。突破を許しませんね。ええ、ディフェンスどうしたんだ。柳本、佐野義、チェック厳しい。サントス、ガンバ倒してしまいました。今のは仕方ないですかね。大丈夫でしょうか。サンフレッチェフリーキックです。ここは大事に攻めたいですね。激しい競り合いです。攻めてますね。グラウンダーで流した。ロングクリア。いや、危なかったですね。ディフェンスどうしたんだ。ディフェンダーの壁は厚かった。ナイスチェック。チャンス
スチャンスチャンス、ミドルシュート、森岡、内藤、両チーム揉み合います。素早いプレス、近藤、ちょっとボール持ちすぎですね。ですか。サンフレッチェ、ディフェンスここまでどうでしょう。いや、危ない場面が目立ちますね。ですね。内藤、高木、宮本、かろうじてクリア。まだチャンスはありますよ。ナイスディフェンス、ヒルハウス、スピードに乗った攻撃、さあ突破できるか。上村、献身的なプレー。守りに入ると押し込まれますよ。そうですね。タッチラインを割りました。この動きは読まれていました。チャンスをものにできない。中央突破は難しいですね。近藤、ここはこらえてほしい。クリア。宮本、本戦です。大きく蹴り出しました。いやー、危なかったですね。ちょっとダイビング気味ですか。もったいないですね。痛んでいます。イエローカードですか。まあ当然でしょう。ガンマ、フリーキックです。ここは大事に攻めたいですね。シュート、ゴール。松並、華麗なミドルシュート、決めました。ガンマ、勝ち越しのゴール。相手チームはがっくりです。スロー VTR で見てみましょう。これは止められませんね。ええ、サンフレッチェ、どうした。決定力不足の悪い癖がまた出てますね。ですか。華麗なパスワーク、柳本、宮本、森岡、奪った、大きくクリアした。佐野吉、小島、チェック厳しい、松並、お、スルーパスならず、の順よ、高木、内藤、波状攻撃か。中盤でボールを回しています。攻めてますね。左サイドから上げた、キーパーがっちりキャッチ。ガンマ、今日は中盤が機能しているようですね。積極的に前方からアタックしているからでしょう。ですね。ナイスチェック、ロングクリア。ここから早いですよ。いい形だ。磯貝、つながるのか。素早いプレス、チャンスチャンスチャンス。内藤、ディフェンダーの壁は厚かった。さあインジュリータイムです。アーリークロス、森安、かろうじてクリア。ナイスディフェンス、の順よ、いいボディバランスですよ。スピードに乗ってドリブル突破。1対2ガンバ勝ちました。今日の試合振り返ってみていかがですか。とても見応えのある内容でしたね。なるほど。実況はジョン・カビラがお伝えしました。それでは皆さん、さようなら。こんにちは、ホリーです。今日行われたエキシビションマッチ、まさに手に汗握る一戦でした。
練習不足がたたったのでしょうか。選手の皆さん頑張ってください。